ねえ、金引きりってダートでかなり活躍してたんだ。芝の GI が千葉を除いても、実績的にはかなり上位に位置しているんだって。うん、確かにすごい成績だね。特に2005年のジャパン C ダートでは、ヒーティングザライヤーやスターティングマンとの横並びも多いクラベを制して、コースレコードも更新して勝ったんだって。それだけじゃなくて、6年のフェブラリー S でも難敵をまとめてかわして完勝してるんだ。そして8年のジャパン C ダートでは小米、懸念を克服しての復活劇まであったんだよ。すごいね。彼のダートでの強さは本当にすごい。ファンにも強い印象を残したんだろうね。